ここからは今日の大井競馬を振り返ります。第一レースからご覧ください。枠入り完了、スタートしました。揃った飛び出し、2番ブリランテイモン、中で好スタート好ダッシュ、出口が入りますが、1番外から14番ルクスマイティ迫ります。11番クリスタルニキータも前につけて並んでいくのが6番アルティマナイト、先段4頭。5番手少し離れまして、内に8番チベリウス、外に12番のチャームフォラック、この後ろから13番バジガクシャンス、内追走3番ボーイッシュ、1コーナーです。中段後ろに7番ウィンヒメユリ、これに並んでいく9番アンタイド、後方ばらけて4番西のフルバンク、10番エンチャント、1番ロスタムが後ろから2頭目、5番伝承ロイヤルしんがりです。これから向こう上面、先段固まっていますが、先手は14番ルクスマイティ、体半分差6番アルティマナイトが2番手、1馬身弱の差11番クリスタルニキータ、3番手外、内並んで2番のブリランテイモンです。これに接近8番のチベリウス、1馬身差で12番チャームフォラック、ここまで1段、この後ろは切れまして2馬身半ぐらいの差、13番のバジガクシャンス、3番ボーイッシュ、外を通る9番のアンタイド、それから外を通って追い上げていきます、10番のエンチャント、ここでポジション上げていきまして3コーナー、後方7番ウィンヒメール、4番西のフルバンク、さらに後ろから1番ロスタム、5番の伝承ロイヤルです。3、4コーナー中ほど先段固まっていますが、先頭に立っているのは6番のアルティマナイト、外から迫ってきた11番クリスタルニキータ、内側14番ルクスマイティ交代、2番ブリランテイモンを追ってくる、外からは8番チベリウス直線です。さらに外伸びる12番のチャームフォラック、外から12番チャームフォラックが伸びてくる、先頭この間に11番クリスタルニキータ、内は食い下がって6番アルティマナイト追っていますが、12番チャームフォラック今3番手、追い込んでくる7番ウィエンヒメールンがこれに詰め寄ってきた、11番クリスタルニキータ、内アルティマナイトゴールイン。第1レース1着は同着で、6番アルティマナイトと11番のクリスタルニキータ。6番アルティマナイトはデビュー17戦目嬉しい初勝利、11番クリスタルニキータは人気に応えての連勝です。アルティマナイト鞍上は藤田亮騎手、クリスタルニキータ鞍上は西啓太騎手です。勝ちタイムは1分43秒1でした。ゲートイン完了、スタートしました。揃いました。まずは押しながら4番新軍カテリーナ出てきますが、7番エブリー X、 さらに外から13番ベンテイが前に並びかけまして、12番のアントゴニスタも前、ここからアントゴニスタ抜けていきました。5番手の位置に8番カント、ここまでが1段で差を詰める。5番フォーモサルビーの外上がっていく、10番エルマスフエルテ、これも先段目指してポジション上げていきます。3馬身4馬身と離れまして、中段から6番風のハーモニー、1番バイオイルステラ、さらに離れて14番ヤマニンジャベリン、この内側並んで9番エンタイトルド、3馬身後ろ11番スピーディパイン、3番アピーリングライフ後ろから2頭目、2番テセウスフォンテンしんがりです。やや縦長ばらけた展開で3コーナーを迎えます。先頭に立っている12番のアンタゴニスタ、残り600を切って体半分、首とリード詰まりました。差を詰めてきたのが13番ベンテイガ、外から13番ベンテイが内の12番アンタゴニスタに並んできた、3番手がやや離れまして4番新軍カテリーナ、並んで10番エルマスフエルテ直線です。13番ベンテイが先頭に代わって突き放しにかかる、12番アンタゴニスタ懸命に粘って今2番手、3番手以下4番新軍カテリーナ、この外から10番エルマスフエルテ、内から5番のフォーモサルビーが差を詰めてくる、横に広がったのは3番手以下の争い、追い込んでくる11番スピーディパイン、さらにはヤマニンジャベリンも加わってくる、先頭はベンテイがゴールイン。2レース勝ったのは13番のベンテイが、人気に応え転入初戦を大差勝ちで飾りました。鞍上は笹川翼騎手、勝ちタイム1分26秒2でした。ゲートイン完了、スタートしました。揃いました、いいスタートです。中で14番ウラカン好スタートでしたが、2番プレパレンセが先に行きまして、追っていく3番グッドフィーリング、それから5番の熱海セイコーも先段に取り付いて、前のグループに4番ヤマタノオロチ、加わっていく14番ウラカン、これを見ながら6番のセナッキー続いていきます。中段前に1番ジーター、外目追走が8番の MO アプローズ、内に7番スクランブル、外上がっていく16番サンクスグランパ、このグループの後ろに9番透明ドライブ、あとはやや切れまして10番のイチゴショート、外を通るのが13番セクシーデザイン、あとは離れまして後方から12番のソウルフルワールド、15番リコーランカスター、縦長
前のグループは固まってこれから4コーナー、先頭わずかに2番のプレパレンセ、外から迫ってくるのが4番のヤマタノオロチ、14番のウラカン、並びかけて内を通って5番熱海セイコーも前を伺って直線に向きました。前は広がりましたが2番プレパレンセわずかに先頭、4番ヤマタノオロチ、5番熱海セイコーが追ってくる。この3頭が4番手を離しました。離れた4番手から追ってくる9番の透明ドライブ、この外から追い込む8番 MO アプローズ、前は2番プレパレンセ、もう一伸び振り切る。4番ヤマタノオロチが追って外伸びてくる9番透明ドライブ、3頭が横に大きく広がった体勢でゴリ。3レース勝ったのは9番の透明ドライブ、鞍上は後藤宗次郎騎手、勝ちタイムは1分13秒8でした。なお11番の勝ち馬投票券には返還金がございます。ご注意ください。ゲートイン完了、スタートしました。まずは外目から8番マンファスガールが出てきますが、内から鞭を振るって4番ファサード、これも先行体制、間で押して6番日高本線、4番手のうちに2番マーシャン少し前を追っていきまして、続いて外から5番のラバテラリュージュ、後方へかけて10番リケアミネオラ、並んで7番西の里パーク、やや離れて9番アースリンを後ろから2頭目、1番セラシトラールしんがりです。これから2コーナー、前の4頭ほどが固まってきました。先頭4番ファサード、体半分差、2頭が並んで8番マンファスガール、6番日高本線がこの外、内から接近が2番マーシャンです。5番手以下は3馬身、4馬身と離れました。押しながら5番ラバテラリュージュ、この外上がっていく1番セラシトラール、内追走が7番西の里パーク、1馬身差で10番リケアミネオラ、しんがり9番アースリンゴと変わっています。前の4頭相変わらず固まって、これから3コーナー、600メートル切りました。先頭の4番ファサード、振り切り加減リード1馬身半と広げています。2番手に上がってきたのが2番のマーシャン、逃げ馬の外に馬体を合わせていきました。3番手以下が少し離れ始めて追い上げてきたのが7番西の里パーク、外は6番日高本線、続いて1番のセラシトラール、4コーナーから直線です。前は4番ファサード、2番マーシャン、2番マーシャン、4番ファサード、この2頭の追い比べ、3番手が離れました。7番西の里パークが今3番手、内から懸命に追い込んでくる10番リケアミネオラ、今2番手を伺うところ、この間に突き放したのが2番マーシャン、内から10番リケアミネオラ2番手に上がってきました。先頭2番のマーシャンゴリ。4レース勝ったのは2番のマーシャン、人気に応えました。鞍上は増島大輔騎手、勝ちタイム1分43秒5でした。枠入り完了、スタートしました。揃った飛び出しです。まずは内から2番当選プリシラ、1番リケアシラヌイ、抜けるところへ10番ワイルドソニック、13番ラバーズアイと加わっていきますが、前はばらけました。続いて12番のクレールジャック、この後ろから15番ビッグコエミルーフ、4番チェンテナリオ、並んで8番の上海真心、ここに加わる16番マオノイリゼ、これを見ながら7番一目散、11番週刊パネラ中段に構えて、外から14番スイートエデンです。あとは少し切れまして9番のフォルキャップ、外を通る6番エーシンメテオラ、内側少し下がって3番ヤンノカステップです。5番ビッグシシールーフ後方進んで、3コーナーから4コーナーの中ほど、先頭は2番の当選プリシラ、1馬身差で10番ワイルドソニック、これが差を詰めてくる。13番ラバーズアイも差がありません。前3頭並んできて、4番手内に1番リケアシラヌイ、外に12番クレールジャックで4コーナーから直線です。前は今度は外目、10番ワイルドソニック、先頭に変わるか、内は盛り返す2番の当選プリシラ、2頭の追い比べ、3番手以下横一線、1番リケアシラヌイの外から伸びてくるのは12番のクレールジャック、さらに外から8番上海真心伸びてきた、今度は外からクレールジャックが前を捉える、10番ワイルドソニック食い下がる、外から8番上海真心、先頭はクレールジャックゴリ。5レース勝ったのは12番のクレールジャック、これで連勝です。鞍上は吉井翔騎手、勝ちタイムは1分14秒4でした。枠入り完了、スタートしました。ほぼ揃いました。出口が入っているのは5番フィールドドリーム、内を押しているのが2番のギレルモ、2頭並んで先行、迫って10番サノコア、
この後ろ少し並んだような格好、4番琥珀、13番の丸代颯太少し前を追って、内から1番ソフィアコール、差がなく9番アイスラリマー、14番のウィンソフィー1コーナーです。中段後ろに内を通る6番ジャックアバンティ、外から13番ユリシーズ、この後ろに7番カナラクリークです。これから向こう正面、先手を取ったのは5番フィールドドリーム、リード2馬身半です。2番ギレルも2番手、さらに2馬身半から3馬身差、3番手以下のグループが固まって、10番サノコア、1番ソフィアコール、4番琥珀、追い上げる13番ユリシーズ、この後ろ外目に12番の丸代颯太、差のない体勢で9番アイスラリマー、それから6番のジャックアバンティ、体半分差で14番ウィンソフィー、外11番 MO ヘイロー、内々に7番カナラクリークと、ここまでが固まりました。あとは後方離れました。8番シャムトラ大工、3番オラフが後方進んでいます。600を切って3コーナー、単独逃げの5番フィールドドリーム、リードが3馬身から4馬身と広がっています。2番ギレルモが2番手、これに3番手以下が迫って、1番ソフィアコール、13番のユリシーズ、外を通る12番のマリオソータも追い上げて、10番サノコア、この後ろも差がありません。一段で4コーナーから直線、逃げた5番フィールドドリーム、リード詰まりました。追ってきたのは1番ソフィアコール、2番のギレルモ、この外から12番の丸代颯太も追い込んでくる。あと外から8番のシャムトラ大工、内の方をついては6番のジャックアバンティ、7番カナラクリーク、先頭抜け出したのは12番の丸代颯太です。12番丸代颯太先頭でゴール。6レース勝ったのは12番の丸代颯太、デビュー42戦目嬉しい初勝利です。鞍上は千田博騎手、勝ちタイム1分43秒8でした。今枠入りが終わります。スタートしました。まずまず揃って出ました。11番のピースフルタイムは高ダッシュ、内からは2番のハニーナイト、まずは2頭で先行、加わって3番の広重パール、広がっていきます。7番北野ライアン、13番アイエムラベンダー、その後ろに14番ジークガンビット、続いて中段から追い上げていくのは16番のジャズフレイバー、連れて15番のノーブルグレイシャー、内側には10番のリーセフィオルド、ここまで前から7、8馬身の圏内固まって、後ろはばらけていきました。離れて3コーナー、後方勢4番ギラギラ、内からは1番の雪まつり、さらに後ろの圏内9番のステルク、それから5番の弁財天、外には8番エンドオブザロード、1頭離れて6番のミスティファイ、3、4コーナー中間を通過していきます。先段固まりました。わずかに2番のハニーナイトが先頭、追ってくる3番広重パール、外には11番ピースフルタイム、それからアイエムラベンダー、4コーナーから直線、広がった中を狙ってくるのは7番北野ライアン、その後ろの圏内からは15番のノーブルグレイシャも追い込んでくる。前は200を通過します。今度は11番ピースフルタイムが抜け出した。ピースフルタイム馬場の真ん中先頭、内を救ってくる北野ライアン、2番手に上がって前に迫る。3番手は3番広重パール、追い込んでくる15番のノーブルグレイシャ、11番のピースフルタイム、押し切ったゴール。第7レース勝ったのは11番のピースフルタイム、南関東初勝利です。鞍上は和田丈司騎手、勝ちタイム1分13秒6でした。なお12番の勝馬投票券には返還金がございます。ご注意ください。収まりました。スタートしました。少しばらついた飛び出しになりました。押していくのは4番ラムリケディ、内からは1番のタイムフォール、外から加わっていく11番のカイトキング、まずは3頭固まって先行します。後ろに2番のリューノファウラー、並んでいくのは6番ユイの短期マッチ、7番ディーノエナジー、外から14番ネバートマッチ、先端固まって1コーナー、内5番のレベルクリアも後に取り付いて、その後ろには8番のコスモコンクエスト、後方勢も差がなく3番ビリーブフォース、外には13番パーペチュイティ、さらには10番のイーサンアイ、間を通っていくのは9番のバンクリーフ、最後方は12番のエクスプローラー、固まって向こう正面に出ました。前は1番のタイムフォール、並んでいくのは4番ラムリケティ、1馬身後ろ11番のカイトキング、そして2番のリューノファウラー、5番手少し開いて6番のユイの短期マッチ、内には5番のレベルクリア、外には14番のネバートマッチが続いていきます。後ろは少し開いて中段以下、7番のディーノエナジー、8番のコスモコンクエスト、さらに後ろに3番ビリーブフォース、外には13番パーペチュイティ、後方勢は9番のバンクリーフ、10番のイーサンアイ、外から並んでかわしていく12番のエクスプローラー、3、4コーナー中間を通過していきます。
前は1番のタイムフォール、並んでいく4番ダムリキリ、2頭に迫って11番カイトキング、3頭固まって4コーナーから直線、4番手は2番の竜のファウラー、その後ろの圏内内を通って追い込んでくるのはレベルクリア、前は200を通過します。先頭は4番ダムリキリ迫ってくる、11番のカイトキング、内を救ってくるのは2番の竜のファウラー、竜のファウラーラムリケティ、外は11番のカイトキング、3頭の追い比べから11番のカイトキングわずかに抜け出してゴール。8レース勝ったのは11番のカイトキング、人気に応え2連勝です。鞍上は森田と騎手、勝ちタイム1分42秒1でした。枠入りが終わりました。スタートしました。少し遅れたのは6番の里のマッスル、広がった中出ていくのは外目10番ジオビグラスと中から5番のフォルツァ、さらには9番ナムラブルと先行します。加わっていく13番ジュディシャス、14番みんなの分も、広がった先団の後ろに4番ウィッシュアポナスタ、並んでかわしていくのが15番のガンブーツダンス、先団の後ろに12番のアークビルヌーブ、並んでいく11番ベリングキャット、内々には3番ローレンスター、あとは少し開いて中段後ろ2番のデルマガーネット、接近6番外のマッスル、3コーナーカーブ、さらに後ろの圏内固まりまして7番のルイギル、1番の土地のヒーロー、そしてわずかに最後方は8番のニッチもサッチも、3、4コーナー中間から4コーナー前は10番ジオビグラス、13番のジュジサス、並んで4コーナーから直線、15番のガンブーツダンスが追ってくる、前の3頭広がってその後ろは14番みんなの分も、連れて伸びてくるのは9番ナムラブル、大外に行ったのはアークビルヌーブ、200を通過します。粘るジオビグラス、迫ってくるジュディシャス、外から15番ガンブーツダンス、中を割ってくるデルマガーネット、さらには1番土地のヒーロー、大外からはサートのマッスル、土地のヒーロー外からまとめて捉えてゴール。9レース勝ったのは1番の土地のヒーロー、鞍上の西啓太騎手は本日これが2勝目です。勝ちタイムは1分13秒4でした。終わりました。スタートしました。少し遅れたのは12番のティーライトニング、まずは出ていくのが3番のかわいい、外には4番の氷和セイバー、さらに広がってきて8番のファルブニール、それから5番のラペルシェールに、外からは14番ファーガスと先端固まっていきます。後ろも差がなく2番のホルデファム、外には16番ゴールデンヨシノ、それから13番グレースレジーナ、内に入っていって9番のマコトゴコタイ、直後を通るのは11番のエムティゲラン、この辺りまで前から7、8馬身の圏内、後方勢7番のペリーアイランド、それから外に6番のブルーアワー、内々には1番のバリチューロ、3コーナーカーブ、後方に15番のベルウッドつくば、さらに後ろに12番のティーライトニング、1頭離れて最後方は10番フォルドンナ、3、4コーナー中間を通過、前は3番かわいい、4番共和セイバー、ここに外から迫っていく8番パルブギール、3頭広がって4コーナー、後ろは14番ファーガス、4コーナーから直線、内目を狙ってくるのは誠ごこたい、広がっての追い比べ、今度は8番のパルブニールが抜け出してきた、パルブニールが先頭、内を救ってくる2番のフォルテファム、200を通過、さらには4番共和セイバー、追い込み勢、外から伸びてきたのが5番のラペルシェール、ラペルシェールファーガス、この辺りが2番手争い、先頭は振り切って8番のパルブニールゴール。10レース勝ったのは8番のパルプニール、鞍上の藤田亮騎手は本日これが2勝目、勝ちタイムは1分26秒3でした。そして第11レースは今日のメインレース、重賞第46回京浜杯 S2、 距離は 1700m、 ご覧の14頭による一戦でした。枠入りが終わりました。スタートしました。飛び出しはまずまず揃いました。外目13番サブタイムアゴー好ダッシュ、しかし内から出ていくのは3番トロパー、そして7番のサグアロといきました、間に4番のストライク、3頭広がって1コーナーカーブに差し掛かります。その後ろに2番のメイサン・デュラント、並んでいくのは6番ポリゴンウェイブ、今日は後位からの競馬、外につけていくのは10番トワシトラール、早くも展開縦長で2コーナーカーブ、短期先頭です7番のサグアロ、抜けましたリードは2馬身ぐらい、
単独2番手3番トロパー向こう上面に出ました。開いた3番手4番ストライク接近6番ポリゴンウェイブ、直後に2番のメイサンデュラント、外には10番トワシトラールがつけました。少し開いて中段13番サムタイムアゴー、そのうちには11番タイガーチャージとマシマ大輔、インコースを通っていくのが8番のオピニオンリーダー。この辺りで馬群の間隔詰まってきました。後方に1番のリメイクフルシティ、さらにこの圏内に12番のグロリオサ、内々には14番シャープムスタング、外から上がっていくのは5番のサベージ。1段です固まって3コーナーをカーブしていきます。600の標識を通過しました。先頭は7番のサグアロ変わりません。差を詰める3番トノパー4コーナーへ手が動きます。6番ポリゴンウェイブ、そして10番トワシトラール、後方からは5番のサベージがスーッと追い上げてきた。さらに後ろにはリベイクールシティ、4コーナーから直線大きく広がって乗り比べ、7番サグアロ先頭、追ってくる3番トノパーが2番手、外から追い込んでくるのは5番のサベージ、都を通過、ポリゴンウェイブは少し遅れた、あとは11番タイガーチャージ、後方からはリベイクフルシティ、連れて伸びてくるのはオピニオンリーダー、前は5番のサベージがトノパーを捉えてゴールイン、差し切りました。勝ったのは5番のサベージ。景品杯をご覧いただきました。直線豪快な末脚を披露し、サベージが初タイトルを獲得しました。デビューから8戦目、重賞は平和賞以来2度目の挑戦でした。鞍上石崎俊騎手は2013年以来2度目の景品杯制覇、管理する森下純平調教師は2014年以来で、こちらも2度目の景品杯制覇でした。払い戻し金です。改めまして勝ったのは5番サベージ、鞍上石崎俊騎手、勝ちタイムは1分45秒6でした。払い戻し金はご覧の通りです。景品杯の全着順です。1着5番サベージ、2着3番トノパー、3着8番オピニオンリーダー、ここまで上位3頭が5月10日に行われますクラシックの第1弾羽田杯への優先出走権を獲得しています。また1番人気のポリゴンウェーブは7着に終わっています。ここまで羽田杯の結果を振り返りました。では最終順レース振り返ってまいりましょう。枠入りが終わりました。スタートしました。少し遅れたか6番の慎太郎、あまりダッシュがよくありません。広がって先行争い、4番のプレディクト、内からは2番のゴールデンチョイス、3番の青い勝間、外には11番の道路神楽と行きました。直後に5番のモンゲートラオ、それから9番のサイレントギフト、内々には1番のフォルトゥーレ、接近は12番のエッジラッシュ、この辺りが中段です。開いて後方10番のネオトゥルー、7番のナックファルコン、そして最後方に6番の慎太郎、先頭から最後方までは11、2馬身で3コーナーをカーブしていきます。600を通過して3、4コーナー中間、前は3番の青い勝間、並んでいく4番プレディクト、その外には8番のイッツソーラット、4コーナーカーブ、さらに外には8枠道路神楽とエッジラッシュ、ずらっと横に広がって4コーナーから直線、内目を狙ってくるのは2番のゴールデンチョイス、さらに中には9番のサイレントギフト、大外に行ったのはナックファルコン、前は200を通過します。今度は先頭8番のイッツソーラットが抜け出した、追ってくるのは道路神楽、大外からナックファルコン、大外からナックファルコン、連れて12番のエッジラッシュ、しかし先頭は振り切った、突き放した、8番のイッツソーラット、最後ナックファルコン迫ってゴールイン。12レース勝ったのは8番のイッツソーラット。鞍上の森田騎手は本日これが2勝目。また管理する荒山勝則調教師も本日これが2勝目です。勝ちタイムは1分12秒0でした。ここまで今日の大井競馬を振り返りました。